はい、こんにちは、シャスカです。今回はウォルト・ディズニーの約束をお話ししたいと思います。先日ですね、映画館に見に行ってきたばっかりの作品なんですけれども、感想としてはですね、本当にとてもいい映画でした。特にクライマックスでですね、この女性ですね、エマ・トンプソンが演じる夫人がですね、映画の間中ずっと頑固で、とにかくこう、ちょっと性格がひねくれてるんですよね。なんですけど、なんでそこまで頑なにこう頑固なのかっていう理由がですね、全部解明されるのがクライマックスになるんですけれども、そのクライマックスシーンでですね、その映画館の中でですね、静かにこうむせび泣くような女性の泣き声っていうのが聞こえてくるようなですね、ちょっと感動作っていう映画でした。で、私がなんでこの映画を見に行きたかったかっていうと、やっぱりですね、ウォルト・ディズニーっていう人は夢を叶えた人の代表的な、人物、偉人ですよね。度重なる破産にもめげず、ずっと夢を追いかけ続けた人物ということで、そのやっぱり夢実現っていうのをすごくこう臨場感高くですね、感じたかったっていうのが一番の理由です。で、映画を見た時にですね、やっぱりそのウォルト・ディズニー、今回はトム・ハンクスが演じていますけれども、ウォルト・ディズニーはやっぱりですね、こう信念っていうのがやっぱりちょっと人並み外れているっていうか、映画の中でですね、私は20年間一度も自分が思い通りにならなかったことはないっていうふうに断言するシーンがあるんですけど、まさに本当に信念、その空気を読むとか世間体を気にするとか常識の範囲内っていうのとすごく遠い、やっぱりこの人ならではの行動力っていうのがやっぱあるんですね。で、それがやっぱり映画の中でも随所に出てきて、あれほど頑なに映画化を拒んでいた、エマ・トンプソン演じる夫人もついにですね、やっぱそのトム・ハンクス演じるウォルト・ディズニーの、その熱意っていうか信念に負けて折れるわけですね。で、結果その2人の夢っていうのが叶うっていう話になっていました。で、見に行って本当に良かったなっていうふうに思っています。やっぱりですね、そういう夢を実際に叶えた人たちのその実話に触れるっていうのはですね、すごくやっぱり自分の中でやっぱり夢っていうのは叶うんだなっていうのをこう一番大事な気持ちとか思いっていうのをこう湧き上がらせてくれるというか、復活させてくれるものなので、こういった映画を見つけたらですね、私もこれからどんどん積極的に見ながらですね、常に大きな一つ一つ夢を描きながらその実現に向かっていきたいというふうに思っています。で、特にトム・ハンクスが出演する映画っていうのは本当に私は大好きで、一番古いのでいけばフォレスト・ガンプですね。一期一会でアカデミー賞を取ったそのフォレスト・ガンプから比較的かなり優先的にトム・ハンクス出演の映画っていうのは見ています。で、今回のウォルト・ディズニーの約束っていうのもですね、途中結構ですね、もう本当にどうしたらいいんだみたいな感じで途方に暮れるシーンもあったんですけど、でも彼の信念、結局20年間で自分が思ったことは全部叶ってきたっていうだけのその信念っていうのを貫き通した彼のその夢実現力っていうのを、映画のスクリーンで感じることができました。もしですね、まだあなたの近くにですね、での映画館でですね、上映しているということであれば、おすすめしたいと思います。またもしこの動画を再生した時点ではですね、もう映画館でやってないっていうことであれば、おそらくDVD とかブルーレイっていう形で作品化されると思いますので、ぜひ見てみてください。はい、今回は、トム・ハンクス主演のウォルト・ディズニーをご紹介させていただきました。今回の動画をご視聴くださり感謝いたします。ありがとうございます。あなたのコーチ、白坂慎太郎でした。